こんにちは飛びたジョーです今日の心に火を灯す言葉はこちらです。恐れていることをやってみろ。そうすれば恐怖心は跡形もなく消え去る。恐れていることをやってみろ。そうすれば恐怖心は跡形もなく消え去る。これはアメリカ合衆国の思想家、作家で 無主義者の先導者で超越主義者とも言われるエマーソンの言葉です。エマーソンはヨーロッパから帰国後は個人主義を唱えアメリカの文化の独自性を主張しました。彼の評論は後の思想家、著述家、詩人に大きな影響を与えており自身の中心競技を自ら 個人の無限性であると語っています。この言葉も読んで字のごとしですが、要するに自分が怖いと思ったことをやってみなさい。そうすれば恐怖心はなくなるからと言っているのです。しかしながら言うのは簡単ですが、なかなか人間は恐怖,恐怖を克服して実行に移すということはできないものです。しかし、 思い切ってやってみたときには、もちろん安全は確保されてなくてはいけませんが、その頭の中の大きな領域を占めていた恐怖というものは消えてなくなってしまうのだということを彼は言いたかったのではないでしょうか。恐れていることをやってみろ。そうすれば恐怖心は跡形もなく消え去る。 死んでしまえばどんな行動もできなくなりますが、それ以外のことは勇気を振り絞ってチャレンジをしてみるのも良いのかもしれませんその瞬間にはきっと恐怖も消えていることでしょう